さんこんにちは。今日の知っとくは、これの読み方と正式名称です。パソコンを打っているとき、これという漢字を打ち込む必要が出てくることがあります。しかし、この漢字は通常、人々やおのおのなどの漢字に付随するものであり、これ単体では何と読んでいいのかわからず、やむを得ず人々とかおのおのとかで打ち込んで、人や格を消している人も多いのではないでしょうか。この正式名称は、道の辞典と言います。道の擬態字である、道が元になっているからです。まだワープロでの処理が普通であった時代、この文字は、のまと打って変換することで表示することができました。これは、この漢字がカタカナののとまが組み合わさってできる漢字だからです。しかし、最近のパソコンでは、のまと打っても変換できないことが増えました。ではどうすればよいのでしょうか。同じと打って変換してみてください。これに変換することができます。後ろにくっつけるだけで前の漢字を繰り返してくれる。画数も少なくなる。とっても便利な漢字ですよね。